どうもこぼれです。今回はゴブリン労働者の使い方について紹介したいと思います。それではやっていこうと思います。ゴブリン労働者のメリットデメリットについて話していこうと思います。労働者の中で作業スピードが速いのは現時点でゴブリン労働者となります。ですが、幸運や行動力が低いのが特徴となります。 専門ゴブリン労働者は作業スピードが速く幸運や行動力が低いというのが特徴となりますがゴブリン労働者は作業スピードが速いという持ち味を生かして製作した貿易品そして採取採掘する時にスピードが速いのでそういったものを早く取ってくるというのはゴブリン労働者を選択した方がいいんではないかなと思います。 実際に制作した貿易品を専門ゴブリン労働者に作らせると作業予想時間は11分14秒となっております実際の時間が違うのでそれを見てみましょう制作画面の予想時間だと11分14秒だったものが実際の作業時間は6分となりますなので 目に見えるものだけではなくてですね実際の作業時間はどれくらいかっていうのがまあ早いっていうのが特徴となりますがこの専門ゴブリン労働者は作業スピードが速ければ速いほどこの時間が短縮になってきますゴブリン労働者は熟練専門職人となっており職人は行動力が15となっておりますが それ以外に考えると専門だと、ま、多少ですねビールの消費量が多いんではないかなと思います今回はゴブリン労働者の使い方について紹介いたしました次回はですねジャイアント労働者について紹介したいと思いますこの動画が良かったらチャンネル登録していただけると助かりますということで皆様本当にお疲れ様でした I'll see you guys